前回ね、お金ずらーっと並べて撮った写真が結構人気だったんで、また撮ってみましたね。バンコクに、昨日までいて、で今日からヨーロッパ入りロンドンなんですけど、ヨーロッパはユーロと思ってね、ユーロ用意したんですけど、よく考えたら、ロンドンはイギリスは、ポンドなんですね。うっかり忘れてまして、空港で降ろしました。だからね、今度ポンドが増えました。これね、20ポンド小額紙幣しかないんですけど、ほとんどの場所でカードで払うんで、あんまキャッシュいらないかなと思ってね、100ポンドしか降ろしてないです。でね、新旧の1ポンド硬貨50セントあとはよくわからない、これはペニーでしょうね。なんでしょうね、地味な感じですよね。ポンド硬貨はアメリカにいてますけど、オーストラリアはね、どっちかって言ったらこれオーストラリアの紙幣はイギリスというよりはこのユーロに似てますよね。カラフルさというか、素材が紙っぽくないあたりがね。でユーロはね、まさに子供銀行みたいによくできたお金なんですけど、こんな感じです。カラフルですね。で日本円ね、おなじみ日本円、説明不要ですよね。で一瞬ね、子供銀行かって感じなんですけど、中国元、もう大都市ではねキャッシュほとんど使わないそうですね、お金持ちは。確かにね、安い店はキャッシュしか使えないんですけど、そこそこの店は全部カード使えるしね。カードどころか今は、アリペイか、アリペイというのが中国にはあって、それでほとんど済ますんで、あんまキャッシュは使わないそうなんで、子供銀行で十分なんでしょうね。で昨日までいたタイのお金ね、ね、なんかちょっと若干中国に似てますけどね、よりは少し作りはいいかなって感じですね。でこれね、1000バーツだいたい4000円、で20ポンドこれが3000いくら、この桁数の違いですよね。昨日までタクシーで高い安いの言ってた、200バーツとか500バーツってね、100バーツ違っても、300円か400円しか変わりませんからね。それ考えたらポンドの場合はこの2ポンドね、ほぼチップってかお釣りいらないよって感じの通貨が高い安いって言ってたお金なんだなとね。やっぱりロンドンは物価高いですからね、ガクンと高くなりましたよね。そんな形で、いろんな国の紙幣、物価も違ってお金もいろいろという感じでね、割とお金を取ると人気なんで、ちょっと取らせていただきました。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。